このチャンネルは保護猫の魅力を発信し、里親様を探すお手伝いをしています。最後までごゆっくりご覧ください。皆さんこんにちは、猫兄さんです。今回の動画は繁殖場からレスキューされたスコティッシュフォールドのマイペースな姿に癒されるということでですね、この子が不動くんって言いますよ。尻尾ゆらゆらしておりますけれども、ちょっと貫禄はあるんですけれども、まだまだ4歳と若い子なんですよ。って撫でられるの大好きなんですよね。めちゃくちゃ可愛い顔してくれるでしょう。撫で放題な子ですわ。顎のせお尻タンタンどうかな。尻尾は強く振ってる気がするぞ。ねえ、ちょっと嫌かな。やめろ言ってるか。おもちゃではね、あんまり遊ばないんやけれども、撫でてほしいってことかな。これは下にはね、マンチカンの子がいてるんですよね。遊ばんかったかな。スリーってあんの。おもちゃは遊ばへんのかな。お腹ツンツンは怒らへんね。なんか遊びそうな気がするんやけれどもな。おてて短くて可愛いでしょ。ちょっと甘噛みする。エコするな。今回のお店は大阪十三駅近くにある保護猫カフェ猫の木さんです。不動くんが保護された理由っていうのが繁殖場からのレスキューなんですよね。まあ3歳ぐらいで保護されたのかなと思うのでね。でまた男の子ということで、体の負担っていうのは女の子に比べるとは少ないかなと思うんですけれども、それでもあんま大事にされてなかった気はするんですよ。で頭撫でられて気持ちいいって頭下げたらね、そこにご飯があったということで今食べておりますけれども、かなり食いしん坊さんらしいですね。遊んでる。短いお手手で遊ぶのかわいいな。へそでもいいよ。この日はすごくまったりしてたなーって感じなんですけれどもね。噛んでる。あ、遊ぶやん。そんな遊べんねやん。まあ、めったに遊ぶことはないんですけれども。一瞬だけやな。ねえねえ、遊ばへんのもう。ん？あ、遊びそうやったよ、今。ちょいとした。ん？遊ぶ？ねえ、ほんと、マイペースな子でしょ？あ、この子は新しく入ってきた、おかゆちゃんっていうらしいですよ。この子はアスランくんかなと思うんですけれども。あ、寝てる子も多いな。グルーミングしておりますわ。あ、カム、遊ぶか？ん、カム、ええやないか。お腹もふもふ、遊んでくれた。で遊んでるとね、尻尾ゆらゆらしてるじゃないですか。でお皿があるんですけれども、落ちちゃいました。多分ねソファーの後ろに入ってしまったんですよね。ご飯ちょっと入ってたみたいなんですけれども、大丈夫かな。よく見るとソファーにご飯がばらまかれておりますね。まあね、尻尾のところにお皿があったんが悪いよね。
お、気持ちよさそうにしてくれてる。すごくおおらかな性格してるのかなと思いますよね。お皿が落ちて大きな音鳴ったんですけれどもね、すぐ甘えてくれて、足パタパタ鳴ってるやん。多分耳が痒いのかなと思うんですが、おりましたか。距離取ったわけではないんだね。お腹さっても来れへんしね。いいよ、気持ちええの。めちゃくちゃ可愛いなやつかこれいいな、癒されるわ。マフマフマフ。あ、お尻かきかき苦手かな。そういう子多いですよね。また遊ぶ。まったりか。うん、スリスリがええかな今は。お、うずねちゃんだね。うずねちゃんね、一度エントリー入ったんですけれども、辞退されたということでね、また里親さん募集するようですよ。おかゆちゃんはよく遊ぶ。この子もすぐ決まるかなって気はするんですけれどもね、早くねケージから出て遊びたいよね。ん、ドアップええやんか。あ、顔近づけられへんかった。猫ちゃん同士喧嘩とかしないですよね。膝おいでって言うと近づいてくれた。膝乗るかな。あ、乗らんか。なんか怒ってない、大丈夫か。尻尾ブンブン振ってる。ちょっとイライラしてんのかな。でもね、離れていたりはしないんですよ。撫でてほしいけど、撫でる場所が違うってことかな。まあ、やっぱね、頭付近以外はあんま嫌なのかもしれないですね。あ、お尻トントン嫌か。あ、そのうち怒られるな、これはね。膝乗ってくれたらええんやけれども。まあ、里親さんが見つかってお家になれたら膝乗りもするかもしれないんですけれどもね。まあ今は無理かな。足の間とかはどう？ねえねえ、もう嫌？あ、どっか行っちゃう。あら、可愛い子が見てるわ。あ、この子も遊びたいか。いいね、ちょいちょいして。あ、ご飯は匂い嗅いだだけか。いかがでしょうか。不動くんってね、本当に癒しの子ですよね。実は山の不動から来てるということで、おっとりと可愛い子でした。またね、不動くんの動画っていうのはね、続編も配信したいと思っておりますので、チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。以上、保護猫カフェ猫の木さんでした。